はい、ゴルフレッスンです。はい、ゴルフレッスンって言っても、これ肩下げろって言ってね。で、はい、もう画像なしですね。ゴルフレッスン、します。肩を回してもですね、ダメなんですよ、フルショットの時にね。体と肩と全部いっぺんに回す、スピードがあれば飛ぶじゃないかって打つんですね。でスピードがあれば飛ぶんですけれども、それで飛ばすと引っ掛けたり右行ったり、ね、よくドラゴンチャンピオンみたいな、ね、人が左右にボン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 打ってますけど、あれゴルフじゃないんですね。で彼らもう飛ばない、それでも飛ばないもんだから頭きてね、ボールまで開発しちゃったんね、違反のボールと違反のクラブで、それで飛んだっつって喜んでるのがドラコン大会なんじゃないかなと思います。それでですね、スイングっていうのは肩を止めて、ボディターンして、飛距離を出した場合と、そこで肩回した場合とタイミングがあっても同じなんですね。でどちらかというと肩回して逃がせばその分減ってしまうよね。どうしてかというと下半身も一緒に回ればいいけど、そうするとくるくる大変なことになっちゃうんだね。で下半身止めて例えば肩だけで回すと、これはロビングのアプローチ、ふわーっていうね、30ヤードとかね、宮里藍ちゃんなんかすごくうまいんだけど、そういうスイングなんですよ。でなんていうんですかね、肩をスローダウンしてボディを回していくと、これがボディターンになるんですね。でそれと肩を回した時と、じゃあもっと早く回そうっつって、体全体が回そこで引っ張られるように回してドラゴンスイングしても、飛距離って本当変わんないんですよ。高人球のコンプレックスのボールを使った場合にね、5人のクラブ使った場合に変わらなくできてんですね。それがゴルフなのに、そういうことを分からないで強引に振っちゃう、それで左右に OB を打っちゃうっていうのは若手のプロゴルファーにも大勢いますね。でそこで勘違いしてるから、なんか今日は大叩きしたな、83叩いちゃったなんて言ってね、ことになってしまうんですね、そういうスイングしてると。ですからゴルフはスイングが大事って言われてるんですね。今の説明分かったかな、これね、説明してもしてもね、なかなか分かんない人多くてね、フィニッシュがね、右肩突き出したような形になっちゃって、そこまで回す必要ないんですね。だからうまいプレーやってたら大体正面からちょっと左に回るぐらいでね、もう飛球性方向に肩がこう平行にヨンってこうなっちゃうようなスイングっていうのはしないんですよ。そういうのは方向が定まらないスイングになっちゃうから、パーオン率も減ってくる。それがね、なんかやっぱりスコアに出てくるみたいね。要するにどうしてもそのものはね、でまあプロテストで言うとさ、パワープレイがプロで、インストラクターが80だったら、インストラクターのラインねのスイングになっちゃうんだね。だからインストラクターっていうのはそういうことが教えられなくなっちゃう。こんなことまで言っちゃったけどまあそれが事実なんですよ。ですから下半身とね、上半身、そして胸と肩、これも別個に回るんだって理解できるかどうか分かんないけど、私のこの2つの肩を下げるレッスンとか見て、ぜひ、考えてやってみてください。はい、アマリンレッスンでした。